て小僧、立ってここへ帰ってこい。ここで負けるわけにはいかない。簡単な思いつきでプロになろうなんて言われちゃ困るんだよ。高村さん、真剣に考えたんです。僕も高村さんみたいに強くなりたい。強いって一体どんな気持ちですか？はじめの一歩、生誕25周年記念作品。僕たちのゲームがついにプレイステーション3に登場。ド迫力の爽快ドラマチックボクシングアクション、あの数々の激闘を君のその手で再現だ。はじめの一歩、アクション要素満載。まずは攻め、コンビネーションブローで相手の動きを止めてサンデーパンチでダウンを奪うんだ。次に防御、回避やガード、カウンターを駆使して反撃の板口をつかもう。そしてバーニングハート、パワーアップかフィニッシュブローか、君はどっちを選ぶ？頭部、胴部へのダメージが蓄積したら要注意。逆にプレイヤー側が V 破壊をすると以降は有利に試合を運べるぞ。リングの中で交わされる僕たちの決意表明。僕は挑戦者なんだ。熱い思いが名台詞とともに交錯する。ギタギタに叩きのめしてる。名勝負を繰り広げてきたライバルたちが続々参戦。僕の全部を出すだけだ。僕のペースに巻き込むんだ。合わせるんだ、俺の父さんのカウンターを。ごっつ痛いで、ワイの現実は。おまけや。勝った者が全てを独り占めできる。それがボクシングじゃねえのかい。地獄が待ってるぜ。落ちろ。パンチの軽さは手数で補う。僕が手に入れたもの、私はしない。あの日の狼に誓って、僕は負けない。両の拳に願いを込めて。眠れ、ホワイトバック。心地いい肉の感触だぜ。じっくり料理してやるぜ。負けたら引退だ。その覚悟はとうにできてる。俺にくれ。俺はできる。できるはずだ。一発でダメなら2発3発。才能のねえやつが諦めうって何が残るってんだよ。もらった。俺を支えてくれる者のために負けられねえ。僕たち11人のボクサーが織りなすベストマッチモード。原作での敗北を覆すと、もしものイフストーリーが解放される。まだ見ぬ展開を君の目で確かめるんだ。僕だってボクシングが好きだって気持ちだけは誰にも負けてない。仙道さんと戦いたい。負けたくない。あんたが宮田一郎か。俺がいる限りフェザーの頂点へはいけないぜ。ワイの拳たっぷりと味わわせてやるさかいに。俺にお前の拳は届かない。幕の内に勝って僕は世界を目指す。幕の内さんがごめんなさい。宮田一郎超えは僕がお先にやらせていただきます。その気持ちごと試合にぶつけるんじゃ。ビビった方が負ける。これはそういう試合なんじゃ。リングで会えるのが楽しみだぜ、仙道。あの夜の続きをしようか、沢村。妹に手を出す奴は殺してやる。本気でベルトが欲しかったら殺しじゃ足りねえ。殺して剥ぎ取ればいいんだ。ボクシングをバカにするな。叩きのめさせてもらうぜ。この拳で這い上がる。切って落とすのみ。こんなもんや。行くぜ、夢の舞台へ。僕が勝ちますから。志半ばでリングを去った親父のため、そして俺自身のプライドのためだ。僕はどのくらい成長できたんだろう。ゴングが鳴れば全てが分かるんだ。とことんドラマチック、とことんド迫力。
じめの一歩。12月11日、いよいよ開戦。初回封入特典は4種の限定コスチュームがダウンロード可能なプロダクトコード。高村さんの死闘バージョン、エレキテルな木村さん、ブロッコマンな青木さん、ロングヘアーの伊達さんが手に入るぞ。さあ急いで予約しなくちゃ。